初対面の先生からですね、ボロクソに言われたっていう形で、本当に何とかしないといけない、取りたい授業をシラバスで確認するっていうのをやりました。結果的に面接で聞かれたので役に立ったなと。最短ルート上がるとアキニューシーカリキュラムフルを受講して早稲田大学の予感集総合に合格しました笹倉奈々と申します。30代の頃にも一度 MBA に関心があって行こうと思ってたんですけれども、業務が忙しいこともあってですね、そのままになっていたんですが、コロナで在宅ワークが多くなって自分の時間が増えた時に、やはりもう一度勉強したいなと思いまして、もう一度受験を考えるようになってチャレンジしました。予備校に行こうとはあまり思ってなかったんですけれども、一人で研究計画書とかをやりきるっていうのが難しいなと感じたので探したんですが、一番初めにアカルトさんを見つけまして、で、すぐに決めたので、他の予備校がを探したりとかはあまり しなかったんですけれども、カリキュラム内容を見たりとかをしてですね、もうここで大丈夫だと思ったので受講させていただきました。昨年の3月に受験決意してからアガルートさんに申し込んだのが4月なんですけれども、その中で、まず初めに志望校を決めないといけないなと思っていまして、そのあたりから志望校を見たり、アガルートさんのこう動画をちらほらと見たりで、メインで研究テーマを考えないといけないなということを常に思いながら過ごしていました。で、当初はですね、研究テーマは早く決めて6月ぐらいに書き上げてというイメージを持っていたんですけれども、業務が忙しいとかの理由にですね、ずるずると後ろ倒しになりまして、当初10月の初めが応募の締め切りだったかと思うので、9月の初めぐらいまでにできたらいいかというような形で夏を過ごしていたんですけれども、ずるずるとやらずでですね、8月の終わりぐらいに、本当にまずいぞというふうに思い出しまして、その頃からアガルートさんの研究計画書の書き方講座を真剣に見るようになって、で研究計画の教材も見ながら、熟読してですね、自分の研究計画どうするのかということを真剣に考えたのが8月の終わりぐらいになります。で、9月に入りまして、いよいよまずいので、かなり真剣にですね、研究計画書に取り組みまして、とにかく一旦書かないとということで書きまして、なんとかエッセイ1、2とあとは研究計画書の3のところも9月に仕上がりまして、そこから、研究計画書の添削に出させてもらって、そうこうしてるうちに10月初めだと思っていた応募が1週間ぐらい繰り上がってですね、9月の終わりに出さないといけないということが分かりましたので、本当に慌ただしく出しましたというような形で、計画的にやったというよりはバタバタと追われてやったという、お恥ずかしながらそのようなスケジュールでございました。小論文もないっていうこともありましたし、基本的な知識みたいなものは、業務経験が長いのである程度ありましたので、研究計画一本に絞りまして、効率的に学習を進めようというふうに考えてました。そこで役立ったのがアガルトさんの教材の中で研究計画書の書き方とかになりまして、あと動画になりまして、過去の受験された方の内容を参考に、どのように膨らましてっていったりとか深めていったらいいのかっていったところを習得することができたりとか、あと自分の考えた研究計画が、それでエッセイに落とし込めるのかどうかみたいなところを教材や動画を通じて学習したというような形になります。ボリュームが大きかったので、初めから全部見ることはできないだろうというふうに思っていましたので、自分の研究テーマに近いところをピックアップしていくつか視聴したというような形になります。で、視聴したところに関しましては、非常に短い時間に端的に要点が求められていたので、例えばその歴史の部分であるとかも、かなり数分の間に早く習得ができるみたいな形でですね、とても有効だったなというふうに思ってます。
動画や教材については非常にお世話になりましたというような形で、であとエッセイについては添削講座で添削の方をしていただきまして、多分合格の決め手はこれだったんだろうなと思うんですけれども、実際書いたものを添削いただくっていうことで、先ほど言いました通り突貫工事で作ったものになりますので、しかも締め切りギリギリっていう形になりますので、初めにですね添削をしていただいて、書類で返ってきたものを見て、あ、これは全く提出しないと仕上げないといけないレベルと今の自分の実力の差だけははっきり見えましたので、そこを埋めないといけないということで、もう一度かなり集中して修正することができたかなというふうに思ってます。でその後実際添削指導の、ま、Zoom でご指導いただくというような経験通じまして、確か30分とかだったと思うんですけれども、非常に短い時間にですね、初対面の先生からですねボロクソに言われたっていうような形で、で多分、ま、ボロクソっていうのはあれなんですけど、かなりシビアに言われたっていうような形で、でそうだろうなと思ってですね、でまあ、ショックとか悲しいとかの前に本当に何とかしないといけないということで、まあ、そこでお聞きしたことで、まあ、次書けるのかどうかっていうことを考えながら質問もたくさんさせていただいて、時間ギリギリまでご指導いただきましたというのがすごく良かったなと思ってます。で、まあ、それを踏まえて次に書き直した時にですね、まあ、一番は研究テーマのところでこう過去の論文を読んで、まあ、それを反映させるみたいなところが不足しているような形で言われたので、まあ、そこからですね過去の論文とかはかなり読んで、自分のテーマと過去の研究をつなげてっていうような作業を駆け足で効率的にやることができたので、初めに出したものよりすごくいい計画書になったなというふうに思っているので、本当に添削いただいた先生には感謝してます。で、まあ、その後面接指導の時に同じ先生とお会いすることができて、ボロクソを言われたっていうふうに言ったらどうでしたっけっていうふうにおっしゃってましたけど、お礼言うこともできたし、よかったなと思って。エッセイ課題が出たのがちょうど本編のエッセイを必死でやってる頃で、9月の頭とかだったと思うんですけれども、まあ、パッと課題見た時に、まあ、案外思ってたより簡単な書けそうな課題だなというふうに思ってですね、後回しにしたんですね、まあ、とにかく研究計画が先なのでということ で、まあ、ぼんやりこのネタにしようっていうのだけは考えていて、で、まあ、もちろん小論文の添削があること知っていたので、まあ、書いて出したらよかったんでしょうけど、まあ、とてもそんな余裕がなくってですね、もう自分で書いて出しましたっていう形で、今回アガルトさんのご指導の利用はしなかったっていうような形です。残念なことをしました。知事試験が合格というのがことが分かってから、面接対策の教材と動画をまた徹底的に見るっていうことを始めて、特に早稲田大学の夜間主総合の過去の方の面接はかなり読み込みましたというような形だったんですけれども、私と同じような状況の方っていうのがあまりいなかったので、全く全然参考程度で全然違うことになるんだろうなっていうのは想定しながら対策をすることにしました。ただ過去の方の内容を見ていると、将来どういう風になりたいのかっていうことと、今までまあ何をしてきて今どういう自分なのかっていうことと、その将来なりたい像までのこうギャップは何なのか、それを早稲田大学で埋めれるのかどうなのかっていったところが、まあ、一連で話ができれば整合性が取れた受け答えができるんだろうっていうことで割り切って、で普段営業職なので人前で喋る練習とかはまあいいかなと思いましたので、そこの一貫性を持って答えできるために、まず自分のストーリーをぶれずに仕上げるっていうことを意識して取り組みました。で自分で心の中で思ってるだけではなかなかうまく表現できないと思いましたので、自分一人で Zoom でこう模擬面接をやってみたりとか、あとアガルトさんの面接の Zoom の講座に申し込んででご指導いただいてっていうことをしまして、であとはまだ不安だったので知り合いに模擬面接を頼んでっていうようなことをしたりとか、あとですね、私転職しているのであんまり社内の自分の部署以外のことが分かっていなかったので、会社の役員の方とかにお声かけをして社内のことをレクチャーいただくみたいな対策もして、まあ、かなりできることはやって挑んだというような形です。
スランプというか、もうとにかく全然着手しなかったっていうことがまずくてですね、8月の終わりから9月の初めにかけて本当にどうしようと思いながら、なかなか研究計画が決まらないっていうのが一番辛くって、もうこれこのまま決まんなかったら諦めなきゃなっていうことも視野に入れてたんですけれども、まあ、そんな時にですね、アガルトさんの教材だけでも見ようということで、まあ、動画ですと、まあ、5分とか10分とかですので、まあ、簡単に見れますから、まあ、いた時間に見る習慣さえつけばですね、毎日見れるというような形になりますので、まあ、一回見たことで、まあ、そこの受験に向けての時間を取るっていうのができるようになりまして、まあ、そこからは集中して受験対策準備をすることができたかなと思いました。知事の、エッセイの提出の前はですね、もう本当に最後の最後まで添削指導であるとか書き直しということで、まあ、バタバタと計画書のブラッシュアップをして都合しました。もうやっと滑り込みセーフというような形で、もうギリギリ最後の日に郵便局に行って出したような形でしたので、まあ、過ごし方も必死に研究結果書書に取り組んでましたというのが最後です。面接の直前については先ほど申し上げましたようないろいろな対策を自分で考えて、割と計画的にですね、この日に何をやって、ここまでに何をやってみたいなところは計画を立ててそれ通りに過ごせたかなというふうに思ってます。面接の直前にあまり早くやっても忘れると思ったので、前の日に早稲田大学のホームページでその各領域の教授の略歴とお顔を確認して、あとは取りたい授業をシラバスで確認するっていうのをやりました。で、結果的に面接でどんな授業を取りたいですかっていうのを聞かれたので、まあ、役に立ったなというふうに思ってます。日曜日が面接だったんですけど、土曜日に下見っていうことで、受験生の基本ですけど下見に行きまして、で、まあ、当日どこに行ってどんなところなのかっていうのは分かっていましたので、時間の10分前ぐらいに着くような形で行きました。で、まあ、ちょっと早めに行ってもなんか待つとこあるのかなと、1階にコンビニがあったのでそこの前とかにいればいいかなとか思っていたら、土曜日はやってたのに日曜日はコンビニが閉まっていて、まあ、なんか外で吹きさらしのところで待つような形になったので、でも同じように待たれてる方が何人かいらっしゃって、で11月なのにすごく寒い日でギリギリに来たらよかったなっていうふうには思いました。当日はアガルートの教材でどんな感じかっていうのは調べていて、スマホとかは使えないってことだったので、当日のこう面接で聞かれそうなことなんかは紙で印刷して持ってきていまして、待っている間はそれを見ながら過ごしたような形です。で、まあ、どういうふうになりたくて何を勉強したいのかっていうストーリーをもう一度復習をして、まあ、そこさえしっかりしてれば大丈夫かというような気持ちで、まあ、大らかに挑んだっていうような形ですね。私一つ過去の方の面接の本を読んでいて、で私大阪に住んでいるの で他の方も遠方の方が受験されていて、まあ、通えるんですかみたいなことをだいぶ聞かれましたみたいなことを書かれてたので、私もそれを聞かれたら合格するだろうと思っていたら、まあ、聞かれなかったので、なんかもうダメなのかなっていうことで、ダメだったんだっていう気持ちで帰りましたなので手応えみたいなものは一つもないっていうような感じでした。もしかしたら落ちてるな、半々だなっていう感じで合格発表待ちましたので、まあ、本当にドキドキして開いたんですけども、合格していて良かったなっていうのが、まあ、一番初めの感想なんですが、まあ、それとともに、まあ、これからが大事で、まあ、2年間仕事と両立しながら本当に頑張らないとっていう気持ちで、まあ、改めて覚悟みたいなものをしたっていうような、合格した時そういう気持ちが強かったです。出願書類を準備する過程でなぜ MBA で勉強するのかっていうことを、まあ、とことん考えたっていうのがありまして、今までこういうことをしてきて将来どういうふうになりたくて、まあ、何が足らなくてそれを埋めるために MBA に行くっていうストーリーを真剣に考えたので、そこの筋書きがしっかりしていたことが決め手だったのかなというふうに思ってます。そうですね、まあ、研究計画とか出願書類のところが大半を占めているというふうにも聞いてますし、実際出願書類一式のところでエッセイ 1,2,3 のところが一番大事だったのかなというふうに思ってます。
私も受験期間通じて一番気になっていたのが年齢のことで、まあ、40代っていうだけでも合格が少ない、まあ、受験する人も少ないのかもしれないんですけども少ないとか、至るところで40代厳しいよみたいな声があったりとかで、特に私も40代後半なのですごく気にはしてました。で、最後の最後までずっと気にしていたんですけど、気にするっていうのがなんか気にしなくていいよとか言われてもやっぱり気にするっていう感じで、なんか勉強しながらも年齢が原因で受からないことってあるんじゃないかなっていつもこう片隅に持ってたっていうような状態だったんですけども、面接の時に私こんなこと聞くんじゃなかったなって後で思ったんですけど、つい落ちる場合年齢で落ちるっていうことあるんですけど直接聞いちゃいまして、で、まあ、当然といえば当然なんですけれども、早稲田大学としては多様な方々に来てもらいたいのと、大学に反対に貢献してくれる方とか、その学生同士に貢献してくれる方を選んでるので、年齢とかで不合格っていうことは全くありませんってはっきりおっしゃったので、これからですね、受験される40代後半以上の方とか、年齢気にせずに受験されるといいんじゃないかなっていうふうに思います。